こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。オファーは承諾されましたが、商品は買わないようにしました。メルカリからのキャンセルやペナルティはありますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画ではこちらの、ねえー、問題点ですね、ぜひ、あのー、紹介させていただきますで。メルカリからのペナルティはですね、こういった場合ですね、一切ないです。であの相手の,、ね、あの出品者の方、 にせっかくね、あの、こちらの方から、オファーをして値段を下げていただいたんですけど、もし、あの、購入しない場合ですね、そうしますと、出品者の方から、まあ、100%で、ね、ブロックされる確率は高いですね。はい。で相手の方もい人間ですので、まあ、印象は悪くなります。ぜひね、あの、オファーを、オファーで値段を下げていただいたりしましたら、ぜひね、商品を購入するようにしていただければ、まあ、ブロックされることもないかと、ないですね。100%。な、ぜひね、 まあそういったあの、まあ人間的な行動というかね、まあ相手を批判しない行動をしていただければね、いいかと思います。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube から質問です。一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございました。